ギューグリンゲンはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン軍南西部の小都市。ギューグリンゲンはハイルブロン軍南西部ツアーバーゴーイと呼ばれるツアーバー川の渓谷に位置する。谷の北斜面にはブドウ畑が広がる。ギューグリンゲンに隣接する市町村は西から時計回りにプハフェホーヘン方面、エッピンゲエン、ブラッケンハイム、クレーブロン、ザクセンハイムである。グリンンは プファフェン・ホーフェン及びサーバーフェルトとともに、ギューグリンゲンに本部を置くオベーレス・サーバー語い、自治体行政連合を形成している。ギューグリンゲンは、中核地区とアイベンスバッハ地区及び、フラウェンツィメルン地区からなる。ギューグリンゲンには、ゼクミュール農場及びゾフィーエン農場が含まれる。ギューグリンゲン市の人口6124人のうち、4213人が、ギューグリンゲン地区。 982人がアイベンスバッハ地区、929人がフラウエンツィメルン地区に住んでいる。1820年頃のギューグリンゲン新石器時代、及びケルト時代やローマ時代にはすでにギューグリンゲン、周辺地域に人が住んでいた。2002年にギューグリンゲンなどから2カ所のミスラの聖域が発見、発掘された。これまでの出土品から、 牛グリンゲンには10ヘクタールほどの広さのローマ人入植地があったと推測されている。牛グリンゲンの村はおそらく4から5世紀頃に創設されたと考えられている。1188年の皇帝フリードリヒ一世の文書に初めて記録が残されている。この村はもともとナイフェン家の所領であり、遅くとも1295年には都市圏を授けられている。 1340年にこの都市は、領土交換によりビルテンベルク領となった。1525年のドイツ農民戦争の際、ギューグリンゲンは、ザーバーゴイ地方の反乱の中心地となった。1850年頃には何度も火災が起き、甚大な破壊がもたらされた。第二次世界大戦後は、それまでの農業中心から工業化が起き、居住地及び工業地として発展した。 アイベンスバッハの歴史は、ブランケンホルン城と密接に関連している。この城は、村の南に1220年から1235年に建設されたシュタウフェン家の城で、村は、その当地下にあった。城は17世紀にはすでに廃墟となっていた。村は1808年までギューグリンゲンの行政管理下にあったが、その後独立した。1975年1月1日に、 アイベンスバッハはギューグリンゲンと合併し、新たな自治体としてのギューグリンゲンが発足した。フラウエンチンメルンは794年12月19日の文書にシンバーンとして初めて記録されている。村の名前はマーゲンハイム家が創設し、1245年から1442年までこの地にあったマリエンタール女性修道院に由来する。 1971年7月1日に、この村は、ギューグリンゲンと合併した。ギした。グリンゲン、フラウエンチンメルン、アイベンスバッハには、それぞれプロテスタントの教会組織が存在している。これらはいずれもブラッケンハイム教区に属す。カトリックの教会組織である、聖三密一体教会、ギューグリンゲンは、ギューグリンゲン及びその宿、並びにクレーブロン、プファフェンホーフェン、 サーバーフェルトを管轄している。ギューグリンゲンには、この他に、メソジスト協会、シンシト協会、およびゲマインでゴータスといった組織がある。また、ギューグリンゲンには、モスクもある。ギューグリンゲンの市長者ギューグリンゲンの市議会は、20人の議員からなる。議会には、これに議長を務める市長が加わる。図柄赤字に、銀の図金。市の色は、 白から青である。ズッキンは地名牛グリンゲンの語呂合わせで1359年の印象に使われ、1731年に建造されたマルクト広場の泉に刻まれ、また1684年の森林管理記録にも記録されている。紋章の色は1575年から変わっていないことが証明されている。ただし1933年に青字に 銀色のものが存在する。おそらく、この色合いが旗の色である白から青の由来であろう。1975年にアイベンスバッハ、フラウエンツインメルンが合併した新しい自治体としての牛グリンゲンが発足した際も、紋章と旗はそのまま存続した。両者は、1976年3月11日にハイルブロン軍の認可を得た。 アイベンスバッハ地区のすぐ南に接して、シュトロムベルク・ホイヒエルベルク自然公園に属す、森の豊かなシュトロムベルクがある。旧市庁舎牛ンゲンの旧市庁舎は、最近の発掘で得られたローマ時代の出土品を展示するローマ博物館に改装されることとなった。2007年1月に工事が開始され、2007年から2008年の年が変わることに完成、開館の予定である。 ギューグリンゲンギューグリンゲンでは、公共施設の周りに、多くの像や芸術オブジェクトが展示されている。ドイツ農場のワインブラナンと、マルクト広場のフィアアーレス祭典の像は、ウルズラシュトックにより制作された。ドイツ農場には、この他に、ボルフガングクノル作はサーティアやイエルゲンゲッツ作、ガグリンガーバッカスがある。10分の一勢倉庫前には、 リヒャルトヘッサクでアベヒター及びグンター・シュトリンク作、ガグリンガー・スフィンクスがある。また、旧ラングイングラットは、まさにその位置の地面に鋼を埋め込み、形線を示している。この他に、ギューグリンゲンには、グイド・メッサー、オット・マール・モー・リンク、ボルフガング・ティールらの作品が設置されている。アイベンス・バッハ・アイベンス・バッハの高台、ブランケンホルン山頂の標高390メートルの、 場所に、ブランケンホルン城市がある。この城は、1220年から1235年頃に、築かれ、1241年に、初めて文献に登場するシュタウフェン家の城である。アイベンスバッハのマリエン教会は、14世紀に、創設された。フラウエンチンメルンフラウエンチンメルンのマルティンス、教会は12世から13世紀の変わり目頃に、建設された。 フラウエン・チンメルンには、この他に、公爵化の定理、イエルク・エンツベルガーが16世紀に建設した建物が3棟残されている。1573年の木組建築の倉庫、1588年の出窓の館、1595年のコウノトリの館で、ある。1606年作のエンツベルガーの墓碑が、マルティンス教会に残されている。ユーグリンゲンには、 屋外プールがある。バーデンビュルテンベルク州統計局は1998年にギューグリンゲンをバーデンビュルテンベルク州で最も高い購買力を有する街と評価した。ギューグリンゲンは渓谷に沿って走る州道線103号線と南はファイヒンゲンアンデアエンツへ、北はエッピンゲンへ通じる州道 L111 号線が交わる地点にある。 サーバーゴイ鉄道は中核地区を通っていた。ギュグリンゲン中心部には世界的に活動している測定器具、標準器具、環境保護のための暖房監視器具の製造業者であるアフラソユーロインデックス GMBH がある。これに次いで重要な雇用主はドイツに本社を置きオーストリア支店を持つウェーバーハイドローリック GMBH 社である。アイベンスバッハには 世界最大の建築足場製造者であるウェーバー、ハイドローリック GMBH&COKG の本社がある。フラウエンツンメルンには、レイグラー GMBH がある。この会社の床磨き機は、世界中で使われている。この会社は、従業員数50名ほどで、世界中に床磨き機を供給している。フラウツンメルンには、ローテックスヒーティングシステムズ GMBH は、 暖房システムの生産者である。ローテックスには約330人の職員が働いている。ユーグリンゲンでの出来事はハイルブロナーシュティンメの南西部版に掲載される。ユーグリンゲンには交渉人役場がある。ありがとうございます。